アゲハチョウカは、チョウ目、アゲハチョウジョウカ内の一つの分類単位。波アゲハは日本におけるその代表種。日本でアゲハチョウといえば、アゲハチョウ赤の種を指すことが多いが、アゲハチョウカには、ギフチョウや、ウスバシロチョウなども含まれる。南極大陸を除くすべての大陸に分布する。鉱山に生息するウスバシロチョウなどもいるが、分布の中心は、熱帯地方である。 550種類ほどが知られるが、その中には小型で、白蝶によく似た薄葉白鳥類や、世界最大の蝶を含む鳥羽根揚げ類を含む。鳥の中では最も大型の分類群である。成虫は大きな羽を持つが、中には青筋揚げ葉のように割と小さな羽を持ち早く飛び回るものもいる。羽の輪噴は種類によって黒、白、赤、黄、青、緑など、 様々に彩られている。また、講師の縁には大小の突起があり、特に講師から斜め後方に伸びる長い突起のことをお嬢突起という。これらの突起の長さや、有無も種類を判別する有効な手がかりである。メディアを再生する。 波揚げ葉の飛翔の40倍高速度撮影成虫は、ほぼすべての種類が花に飛来するが、地面の水たまりや海岸などで水分を吸う習性がある種類も多い。大きな羽を羽ばたかせて飛び、吸水、吸蜜や産卵も羽ばたきながら行う。幼虫の食草は種類によって違うが、日本産の揚げ葉浄類は、みかんや山椒などのみかん化植物を食草とするものが多い。 また、蛇行揚げハや鳥羽揚げハ類は、馬の鈴草類を食草とし、アルカロイドを体内に蓄えて鳥などの天敵に食べられないよう適応している。揚げハ鳥類の幼虫は、頭部と胸部の間に、草角という一体の角を持ち、これが他の鳥目幼虫と異なる大きな特徴である。この角は二股に分かれた半透明のゴムの袋のような構造で、種類によって赤から、 黄色といった派手な色彩をしている。普段は体内に靴下を裏返したように収納しているが強い衝撃を受けると頭部と胸部を反らせ、しまっていた角を体液の圧力で反転し、突き出す。この角の表面にはテルペノイドを主成分とした強い臭い物質が分泌されており外敵を撃退する。サナギは太陽型で尾部の鍵状突起と胸の部分の帯糸で上向きに、 自分の体を固定する。四赤に分けられ、薄葉白赤と、アゲハ蝶赤はさらに、属に分けられている。なおプリペイピリオニニーは、全滅種で、化石種が一種だけしか知られていない。ありがとうございます。